駅前藤本の格論。動画をご覧の皆さん、こんにちは。社会人のための大学院合格請負人の藤本健一でございます。さあ、今回も始まりました。札幌駅前藤本の格論チャンネル。今回もライブでお届けをしてまいります。このライブ、Facebook とですね、YouTube の私のチャンネル両方同時に届けられるという、そういったものでございます。ぜひですね、見やすい方で見ていただきたいと思いますと。で、私のライブ配信ですね、いつ始まるって、いつ終わるかわからないということで、見れたら幸せになれるんじゃないかと一部で言われているというところでございます。このですね、札幌駅前藤本の格論というのはですね、社会人のための大学院合格請負人の私、藤本健一が、社会人が大学に行くためのポイントであるとか、また勉強のポイント、そういったところをお届けするチャンネルでございます。今回のテーマはこちらです。一貫なる目標を立てよう。何のために大学に行きたいかというテーマでお届けをしてまいります。一貫なる目標。まあ、今回目標設定ですね。まあ、例えば大学に行きたいとか、あるいはこういうことをやってキャリアアップしたいみたいな、そういう目標を立てる方もいらっしゃるんですけれども、目標を設定するには一貫が大事ですよと。つまり、自分の思いが本当にそれやりたいのみたいなところですよねと。あとは本当にそれをやることで誰かの役に立てるかどうか、誰かに喜んでもらえるかという、そういったところが一致しているかどうかですね。まあこれ不思議なんですけれども、自分では絶対無理だなって思ってる目標を立てる人っているんですよね。まあそういった話を今回やっていきたいというふうに思っております。実はですね、なんでこういう話をするかと言いますと、最近私ですね、情報発信のあり方を変えたんですよねと。情報発信のあり方。まあこの YouTube チャンネル昔から見てる方、および私のブログやメルマガを見てる方だとちょっとお分かりいただいているかもしれませんが、最近ちょっと方向性変えたんですね。それまでは私ですね、文章アドバイザーとして文章の書き方をお伝えするという形でやってました。まあだからですね、手におはの使い方であるとか、点と丸の打ち方みたいなこと、これ今も講座でもやっていますけれども、そういったところをお話をしていました。ただ、そういうところ、まあ文章の書き方だけではネタがなくなるんで、例えば仕事の仕方とか、あるいは計画の立て方とか、あるいは、まあいろいろなですね、情報に関するもの、情報発信に関するようなことをやってた時期もありますけれども、最近ですね、単なる文章の書き方から社会人の大学院進学にちょっとあり方を変えてきたわけですね。あ、すいません。いろいろと、いいねボタンとかハートマークを押していただいて本当にありがとうございます。そういうのがあるとですね、あ、なんかライブでやってるなって感じがして非常に嬉しいですよねと。ありがとうございます。最近だからですね、単なる文章の書き方から社会人の大学院進学というところに、情報発信のあり方を変えてきました。まあなんで変えてきたかというと、まあそっちの方がですね、自分自身やりがいがあるなということですと。実際これ変えて自分にとってかなり心が楽になりました。まあ、なんでかと言いますと、まあ、文章の書き方っていうと、まあ、作家さんとか、あるいはですね、もっとすごい人っていくらでもいるんですよね。例えば、文章教室長年やってますって人とか、私の知り合いでもいますけれども、作家さんで、小説の書き方講座を文化教室でずっとやっている方、そういった方っていらっしゃるんですよね。まあ、そういったのを見ていますと、あ、自分やってていいのかなみたいな思いがどっかにあったんですね。で、私が誇れるものとしたら、まあ大学院に行っていたこと、また元高校教員ということ、また札幌駅前作文教室という塾でですね、社会人の方に一対一で文章添削をやってきたこと。まあこれなんで、何かベストセラーになる本を出したわけでもなければ、有名な出版社で働いていたわけでもない。まあ出版社でアルバイトをやってましたけど、働いてたわけじゃないですからね、と。っていうところなんで、まあ文章の書き方っていうと、ちょっと自分がやるの無理なんじゃないかなって前から思っていたんですよね、と。まあすごいぶっちゃけ話で申し訳ないんですけれども。まあただ例えば、まあそういう私であってもですね、まあ北海道庁さんの職員研修であるとか、商工会議所の研修であるとか、そういったところからご依頼もいただけるようになりまして、本当にありがたいなというふうに思っております。おかげさまでそこもですね、講師と、そう、講師業としたらですね、元高校教員なんで、まあ相手に届く説明の仕方とか、ゼロの人にを1にするような、そういった説明の仕方もできるということなので、まあ講師業の方を大変、喜んでいただいていますと。まあただですね、情報発信の中で文章の書き方を単にお伝えするだけだと、そういうサイトっていくらでもあるんですよねと。上位互換する人がいっぱいいると。だから自分がやって本当にいいのかなというふうになりました。まあ私も文章の書き方をお伝えするのは好きではあるんですけれども、そういったことを本当に自分伝えたいのかなっていうのをちょっといろいろ考えていたんですよねと。まあというところで今、社会人大学院進学というところに切り替えて大変ですね。私自身心が楽になりました。まあこれは何かというと私自身大学院進学の中でですね、いろいろ悩んだ経験がかなりあります。まあ例えば私の時はリーマンショック、10年ぐらい前のタイミングですよね。そのタイミングで、就職活動するのが嫌だから大学院に行った。あるいは勉強がなんとなく好きだから行った。みたいなところがありました。当時の自分としたらですね、よし大学院で頑張ろうと思っていましたけれども、結構甘い気持ちで行ったところもありました。まあただ授業が非常に楽しくてですね、あ、自分が好きな教育学とか社会学こんだけ徹底的に勉強できるのいいなと思ってましたが、まあ途中でちょっと研究行き詰まったりですね、また進路がよくわからなくなってしまって、それでまあうつで引きこもってた時期もありましたと。まあそういうのを考えていますと、まあこの経験も活かしてですね、まあ大学院で、まあ楽しく生き切ってほしいなというか、楽しく生き残っ
ってほしいなと、大学院を、満喫して、それをですね、キャリアアップに役立てていただける、そういった方を増やしていきたいなという思いが自分自身ありますので、まあだからですね、大学院、社会人の方の大学院進学に特化するみたいな方向性って、かなり自分にとって心が楽になったなっていうところがあります。で、おまけにありがたいことにですね、動画見た方から反響があるんですよね。最近、例えばありがたいことにですね、藤本さん、実は藤本さんの動画を見てですね、私自身ちょっと、研究計画書、大学に進学を考えているんですけど、研究計画の書き方ちょっとわからなかったんですよと。で、藤本さんの説明を見て、あ、なんかちょっとこれいけるなと思ってきましたと。で、それで書いたやつちょっと見てください。みたいなお問い合わせをいただきました。いや、本当にありがたいですね。まあ、こういう動画ですね、正直言うと撮ってる側からすると、本当に誰に見てもらえてるかよくわからないところもあるんですと。まあ、だからこうやってリアルタイムにですね、いいねボタンとか押していただけると本当にありがたいなっていうふうに思うんですけれども、そういう動画を見た方からお問い合わせをいただけると。そういうのあるとですね、あ、本当にこういうのをやっててよかったなというふうに思います。で、私も文章の書き方とか、そういったところ、実は私の動画の中で一番複数が多い動画って何か知ってます？これ一番初めに撮ったですね、文章を書き方3つのコツっていう、はい。私がですね、塾を開業した当初に作ったどうでもいいような動画なんですけど、これが一番アクセス数が多いんですよね。まあ、おそらくですね、小学校の読書感想文の書き方とか、あるいは小学校の作文指導みたいなところ、まあそういったところで見ていただいているんじゃないかと思いますが、不思議なのはその動画見た方からですね、お問い合わせ来ないんですよね。いやーなんか不思議だなというところですと。ただですね、私の動画、最近の動画は全部10再生ぐらいしかないんですけど、それ見た人がいるんですよね。で、その方からお問い合わせもいただいていて、いや本当にですね、いやーこういう動画を見ていただいて本当にありがたいなと。まあ今リアルタイムで見ている方もいらっしゃる前で言うのもなんなんですけど、本当に見ていただいて本当に感謝をしているところでございます。実はですね、ここから何が言えるかと言いますと、まあ何を目指すかって目標設定ありますよねと。そういう際って一致感がすごく大事だっていうお話をしたいなというふうに思うんですね。実は私が今まで目指してたもの、二つぐらいいろいろなものがあって、それをしれっとですね、捨てたものがいくつかあります。最近しれっと捨てたのは行政書士の資格を取るってやつですね。これですね、ちょっと一時期ですね、最近まあ、まあ、いろんな書類の代行の書類をですね、ちょっとアドバイスしてほしいとか、まあ、そういった話をですね、いただけるようになりまして、まあ、だったら自分が代行して作ってしまった方が、まあ、その方のお役に立てるんじゃないかと。で、そういったところでですね、行政書士の資格を取ったらもっとなんか役立てるところがあるんじゃないかと思って目指してた時期がありましたが、この話をですね、私のブログと経営の師匠である板坂裕次郎さんにとめっちゃ怒られたんですよね。お前何やっとんのや。めっちゃ怒られて。そんな怒んなくてもいいんじゃないかと思ったんですよ。めっちゃ怒られたんですよ。まあなんで怒られたかというと、まあ資格を取ると、要はその、いっぱい資格を持ってる人の数ある一つになってしまうと。であれば、お前オリジナルのものは一体何なんやみたいな、すごい怒られたんですね。で、私自身が一番自分にオリジナルなものって一体何だろうと思った場合、それがまあ大学院で、まあ挫折経験がありますよと。で、すでにですね、社会人の方の大学院進学何人も合格に導いていますよと。で、私自身勉強が好きですよと。これを強みとして活かせる。あるいは学校教員もやってましたよとか、早稲田の大学行ってましたとか、こういったところを活かせるものって一体何かというと、やっぱそれが社会人の方の大学院進学をアドバイスするとか、お手伝いをするというところだったと思ったんですね。っていうことなんで、私の場合はそのですね、まあ、例えば書類のアドバイスをしてほしいっていう場合も、まあ、正直楽しいのもあれば楽しくない案件もあるかもしれないんですよねと。でも社会人大学院進学の場合、まあ、要はですね、自分自身が経験してきたことなんで、まあ、アドバイスができると。で、その上で社会人大学院進学をお手伝いしたいなっていう思いがより強いと。まあ、だからこそですね、そういった一致感がある目標だと、自分も全力で頑張れるなっていうふうに思うんですねと。まあ、だから私も勉強は好きなんで行政書士の勉強めっちゃ頑張ってはいたんですけれども、本当にこれでいいのかなっていう。そういったもやもや感があったんですよねと。まあだから例えば行政書士取った場合、自分の塾の仕事じゃなくて行政書士として、例えば誰かの、まあ、書類を代行して作って、それを届けに行くみたいな。それを本当に自分がやって楽しいのかなっていうのをちょっと今一度考えたときに、まあだったらそうじゃなくて自分が本当に好きであるし、誰かの役にも立てるもの、そしてすでに実績もあったものだし、自分じゃないとできないもの、それは一体何だろうと考えて、それが社会人の大学院進学ということに行き着いたわけですねと。だから自分の中で一致感があったんですね。ということで行政書士という夢を捨てましたという話をしましたが、もう一つ目指していたものがありまして、それが情報発信のプロみたいな、そういった位置づけですね。まあ、例えば何かというと、私自慢じゃないですけど、ブログとメルマガもう4、ブログは4年以上ですね。今年5年目入っていますし、毎日書き続けて5年以上、4年目ですね。4年目入っていて、もう間もなく4年達成ということになりますと。で、あとメールマガについてはですね、3年近く毎日書いていますし、動画についても毎日出していると。まあ、これってちょっと情報発信をやっている人としては結構頑張ってる方じゃないかと。だから情報発信のプロ、だから情報発信のアドバイスをしますよっていうので、ちょっと頑張ろうと思ってた時期もありましたが、これもですね、自分よりもっとすごい人がいくらでもいるんで、YouTuber がですね、でありながら、YouTuber をやっている人間でありながらですね、チャンネル登録者数が1000いってないってもう本当に終わってる人間だということなんですけど、だからそれだったらですね、
自分よりもっと優れている人がいます。それこそウェブデザイナーの人もいますし、IT ベンチャーをやっている人もいれば、プログラマーの人もいますし、もっと上に言うと経営コンサルの人もいると。だったら自分やんなくていいよね、と。っていうことなんで、だから一時期その情報発信のプロを目指すみたいな方向性を目指してましたけど、やっぱそれも自分とは違うなと。だから一番一貫がある目標。まあそれは文章の書き方をお伝えする。ただ文章の書き方って言っても広いんですよねと。そう、文章の書き方をアドバイスしますっていうのもですね、実は最近ちょっとこれ捨てようかなと思ってます。まあなんでかというと文章ってしんどいんですよね。大変なんです。まあ何かというと、いろんなジャンルがあるんですよと。俳句も文章ですし、詩も文章ですよと。小説も文章ですし、評論文も文章。そして、レポートも文章ですし、報告書も文章、企画書も文章。全部をですね、一人がやるって多分無理だと。はい。そうですね。詩とか俳句。俳句だと夏井月先生あたりビジバジ言ってもらった方が多分いいと思うんですよね。私もあの人の番組ですごいスカッとするっていうか、いいなと思うんですけど。で、あとエッセイとかについてもエッセイで賞を取ってる人がいますよと。で、ビジネス文章についてビジネス文章の講座。私も講師業やってます。ここの部分は教えられるんですけど、それ以外のものがあまりにも多すぎると。で、LINE の使い方について私は正直教えてほしいというところもあるので、だからこの文章の書き方というところを目指すのもやっぱ違うなと思ってきたんですねと。まあ、だから自分にとって一致もしているし、なおかつですね、誰かの役にも立てるし、で、なおかつ誰かにも喜んでもらえて、自分もやってて嬉しい、ハッピーだ。そういうものが一体何かというと、自分の場合は社会人のための情報発信、社会人のための大学院合格のアドバイスっていうところなんだなというふうに、ようやく行き着いて いったわけですね。ということで、この自分でも納得できて、他の方にも喜んでいただけるもの、そういう目標が一番大事だなっていうふうに思うんですよね、と。はい。ということで、今回のテーマが、はい、一致感の裏目標を立てようということでした。ただ、ここ、裏のテーマがあります。括弧の後ろ、はい、何のために大学院に行きたいかというところがあります。ここは実は結構大事だというところを、この後でやっていきます。今回のポイント、まあ、一致感のある目標を立てましょうというところになってくるんですけれども、この一致感のある目標を立てるのはいつ大事かというと、まあ、例えば自分が仕事、私自身も仕事の方向性を考える上で結構これ大事だなと思っていますし、それだけじゃなくて、やっぱ大学院を目指すとか、就職をするとか、転職をするとか、そういった自分の進路を考えるときもやっぱり大事だと思いますと。まあ、たまにいらっしゃるんですけど、大学院なんとなく行きたいみたいな。で、なんとなく行きたい思いで行くと、2年間大変なんですよね、と。あ、思ってたのと違ったと。まあ、ただ単純に勉強したいだけだったらですね、まあ、カルチャーセンター。まあ、カルチャーセンターが悪いわけじゃないですよ。本気でやってる人もいますんで。まあ、カルチャーセンターに行って、時々休みながらも最後まで行きますの方がいい人もいるかもしれませんし、あるいはそれこそ大学、もう一回入り直すがいいかもしれないと。大学院じゃなくてもいいかもしれないと。でも、大学院目指すってことは、やっぱその先で何か自分が目指しているものがあるわけですよね、と。で、その大学に行くことが自分の今までやってきたこと、やりたかったこと、そして誰かの役に立てることと、大学院進学が一致していると。であれば、それを目指した方がいいということになるわけですね。例えば、これが一番合うのは、例えば看護師の方。まあ、例えば今までいろいろ看護の現場でやってきたと。で、自分が、精神疾患であるとか、まあ、がん看護であるとか、訪問看護であるとか、そういったところをもっと専門的に学んでいくことで、もっとお客さんの役に立ちたいし、自分もそれが好きだと。で、おまけに病院からもイケイケ言われていると。まあ、そういった方が、例えば大学院に行くと、まあ、専門看護師として活躍するチャンスが広がるわけですよね、と。まあ、そうなると自分のやりたいこともできるし、誰かの役にも立てるし、一貫なる目標なんで、すごく全力で頑張れるようになると。そう、一致感がない目標だと、まあ、例えばですね、まあ、行けたらいいな、みたいなところだと、多分本気でやりたくはないと。まあ、なんでかというと、まあ、行けたらいいけど、行けなくても困んないよね、みたいな。あんまり切実感が足りないと。で、あるいは高すぎる目標で、まあ、例えば私の場合だと、情報発信のプロを目指すみたいな。はい。そういう高すぎる目標を目指してるとですね、あんまやる気がしないと。で、その、情報発信のプロを目指すと言った瞬間ですね、死ぬほどライバルがいっぱいいるんですよね、と。それ勝ちたくねえなと。別に勝たなくてもいいんじゃないみたいに思ってしまうと、あんまり頑張る気もしないと。でも、社会人のための大学院進学のアドバイスだと、あんまやってる人がいないと。で、おまけに自分が今まで経験してきたことをそのまま活かせると。で、おまけに。まあ、だからですね、ちょっとここまでもう一回まとめますと、まあ、一貫なる目標って大事ですよね、と。一貫なる目標を立てるということでですね、相手にとって響く情報発信ができるようにもなりますし、またですね、相手にとっても喜ばれると。だから、一貫なる目標を立てていきましょうということですね。で、これが合うのが看護師の方とかですね。看護師の方が、例えば一般病棟とかで働いていて、自分がもっとこの専門分野を高めていきたいと。で、その時に、例えば、もう一回頑張っていく。そのために、例えば大学院2年間仕事しながら行きますよというのが多分一番一貫なる目標になりますよねと。あるいは教員の方がですね、教職大学院を目指しますというのも、まあ、例えば教育現場でやってきたことをもっと含めて、もっといい教育実践ができるようになりたいという時に行くと、まあ、自分の能力も高められるし、職場でも求められるし、喜ばれると。っていうことになってくるわけですよと。MBA もそうですね。例えば自分が仕事でこういうことで困っていますよと。で、自分も将来経営幹部としてここの会社で働きたい。そのためには経営のスキルが必要だと。だったら、MBA を取りますみたいな。
まあ、そういったですね、一番なる目標が一番大事だということですと。で、これはですね、別に格好つける必要もなくて、自分に今一番合っているものを考えていくのがすごく大事だということになっていきますと。はい。で、一番なる目標があると、アクシデントがあっても頑張りきれるということが、はい、ありますので、ぜひぜひ参考にしていただければと思います。今回はですね、一番なる目標を立てましょうということでした。まあ、闇雲に例えば自分のキャリアアップとか進路を考えるんじゃなくて、何のためにそれをやりたいのかというところを明確に考えていくことが大事だということをお届けしたわけでございます。この情報発信がですね、何かあなたのお役に立てればと思いますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。こういった形のですね、情報発信を毎日やっておりますので、もっと見たいという方は、いいねボタン、チャンネル登録ボタン、またですね、概要欄からメルマガ登録や LINE アット登録もできますので、お気軽にどうぞ。今回も最後まで、ご覧いただきまして、大変にありがとうございました。